はい、健康生活チャンネルの平原貴昭です今回はですね、ストレスを最も解消できるウォーキングの方法についてお伝えしたいと思います であなたはストレスが溜まってるなぁというふうに感じたことはないでしょうかストレスの原因はその9割が人間関係だと言われていますがストレスが溜まってしまうとイライラするとか体の症状が現れてしまって大変な思いをしてしまうんですよねですからストレスをなるべく溜めすぎないように上手にストレスを解消していきたいものなんですけれどもストレスを解消する方法を持っていないあるいは知らないという方はとても多いんですよですから ストレスをどん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 溜め込んでしまって悩んでしまっている方が多いんですがそんな方にはですねウォーキングが効果的ですよということを私はですね以前からお伝えしていましたいやウォーキングねやっぱりいいんですよねお金もかからないし時間もかからないしコツとかがなくてですね誰でも簡単にできて、まあ、かなりストレス解消効果が高いという素晴らしい方法なんですが 今回はですね研究の結果からそのウォーキングのストレス解消効果をさらにもっと効率よく高めてくれるという方法が分かりましたのでこれをお伝えしたいと思います。ここれを行うととでスストレス解消効果がもっと 効率的になりますしさらにですねその気分的なその改善との見られて精神的な改善も見られてです翌うつもね改善できるというすごい方法ですのでまぜ、あ、ひ、ね、ストレスが溜まっているなと感じた方とかちょっと精神的に落ち込んでいるなという感じた方はですねぜひ最後までご覧いただいて今日から短時間のウォーキングで簡単にストレスを解消しましょう。 この健康生活チャンネルでは健康美容第トに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますのでお見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いしますまた今回の内容は全部字幕をつける予定ですので文字でご覧になりたい方は字幕をオンにしてご覧になってくださいということでストレスを最も解消できるウォーキングの方法についてお伝えしたいと思います でもしかしたらです、ね、あなたにストレスが溜まっているか自分ではちょっとわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか、まあ、なかなか、ね、その自分でストレスが溜まっているというふうに気づいていない方もいらっしゃるんですよねなので先にです、ね、ストレスが溜まってしまうとどうなってしまうのかということをお伝えしてからです、ね、今回の研究の内容をお伝えしたいと思います。 でストレスの原因というのは人間関係がほとんどで9割を超えているというふうに言われているんですねでその中でもですね仕事や職場でストレスを感じているという方がとても多くてアンケートによる調査の結果ではなんとですね81%の方が仕事や職場でストレスを感じているというふうに答えたんですねでその回答の中でですねじゃあですね何に対してストレスを感じているのかという項目では 同僚であるとか後輩との人間関係と答えた方が42%そして上司との人間関係と答えた方は40%もいたんですよ。 ですから4割以上の方は職場の人間関係で悩んでいることが分かったんですねまあ確かにですね仕事や職場ではストレスを感じますよね私はですね今は一人で生体院をしていますので職場の人間関係でね困るっていうことはないんですけども私もですね12年間の間は中規模の病院で働いてきましたので、まあ、結構人間関係のストレスっていうのはあったんですよでその私のねちょっと話をさせていただこうかなと思うんですが これです、ね、私の前の職場の方に、ね、見られるとちょっと怒られるかもしれませんのでちょっと秘密にしておいてほしいんですけれども、まあ、例えばですね看護師さんって性格的にきついんだよってイメージを持てるという方がいらっしゃると思うんですが、まあ、本当にその通りの方もいらっしゃってですね看護師さんとの人間関係は、まあ、結構悩むところもあったんですよねやっぱり厳しい人っていらっしゃるんですよなので、まあ、これはですね医療職の方にとってはあるあるとだと思うんですけどもやっぱりその看護師さんとの 人間関係でで悩む方多いんですよね、まあ、私もねこんな風にそに職場の人間関係でねストレスを受けていた身ですからこのアンケートの結果ってね、まあ 結構その共感できるところなんですよねでじゃあですねこのようなストレスを溜めてしまってストレス解消の方法を知らないとどうなるかなんですがストレスによる体の反応ではこのようなものがありますまずよく感じている方が多いのはこのイライラするというところであったりとか不安になったり活気がなくなったり頭痛や肩こりとかですね腰痛などのまあ体の痛みではないでしょうか、まあ、やっぱりイライラすることってのはよくありますよね そして、そのほかにもです、ね、動悸であるとか息切れ、便秘や下痢不眠 目の疲れ胃の痛み食欲の低下などの症状がありますそしてストレス反応で最も重度になると気分の落ち込みであるとか興味や関心が低下してしまって抑鬱状態になってしまううという場合もあるんですね確かにです、ね、私が働いてきた中でも職員の方でですねだからこういった抑うつになってしまうという方も、まあ、極度のストレスだからあるんですね で私もですね、このストレス反応の,その種類を見てみて、やっぱりですね、イライラすることはありましたし、しょっちゅうね、私そのお腹壊していたんですよ。もう結構しょっちゅうね、トイレに行かないといけないぐらい、お腹をめちゃくちゃ壊していましたので、これもやっぱりね、そのストレスだったのかなというふうに思いますね。で、また、目の疲れであるとか、不眠であるとか、やっぱりいろんなね、その思い当たる症状があります。私はね、当時はストレス解消の方法をよく知らなかったですので、 ストレス解消のためにゲームをよくしていたんですよ。昔から私ね結構ゲームをしていたんですね。でもそれって間違った方法でゲームは一時的にストレスが解消されるタイミングもあるんですけども長期的に見るとむしろストレスを貯めてしまうものなんですよね。ですから正しいストレス解消の方法を知っておくこと実践することはとても大切なことなんです。例えばねその パチンコであるとか、競馬とか、こういったギャンブルであるとか、まあ、その他のね、間違ったストレス解消方法で言うと、何かをそのバクバク食べるとかね、こういったものはやっぱり間違ったストレス方法なんですね。ストレス解消の方法なんですね。そこでおすすめなのが、簡単に誰でもできるウォーキングなんですけども、このウォーキングのですね、ストレス解消効果をさらに上げる研究結果についてお伝えします。これはカナダのクイーンズ大学からの研究報告になりますね。 ウォーキングがストレス解消に効果があるというのは、まあ、これまでにもですね多くの研究結果からその効果が分かっているんですよしかしですねこのクイーンズ大学の研究者はウォーキングのスタイルに注目してこのスタイルを変更することでウォーキングによるストレス解消効果をコントロールできないかということについて調べたんですねでこの研究では人はですね嬉しい時には弾むような 足取りでねその歩いてそして落ち込んでいる時にはうつむいてそして猫背気味でね歩くという人の気分の影響で歩き方が変わることに着目して逆にですねウォーキングのスタイルを変えることがメンタル面に影響を与えるのかについて調べたんですね面白い研究ですよねでこの研究でですよねまずはじめに、えー、いいであるとか可愛い,いといった肯定的な言葉いい言葉と恐れであると いいとか可愛い,いとかベストとかビューティフォーみたいなそんな言葉を書いたりとか、まあ、恐れ不安から始まってです、ね、痛いとか辛いとか妬ましいみたいなこんな言葉をです、ね、そのいい言葉と悪い言葉をたくさんリストアップしたんですねそして研究に参加した39人,9人にです、ね、この言葉を見てもらって覚えてもらった後でですねこの39人を つのグループに分けて片方には肩を丸めて腕の動きの少ないというまあいわゆる落ち込んだ時はねその歩くスタイルウォーキングのスタイルを歩き方をさせてもう片方のグループには背筋を伸ばして歩幅を広げていわゆる幸福な気分の時のスタイルの歩き方を促しました。 そしてウォーキングの後でですね、先ほどのいい言葉と悪い言葉のリストの中から、えー、その方がですね、覚えている単語をできるだけたくさん思い出してもらって書き出してもらったんですね。その結果ですね、幸福な気分のウォーキングスタイルを実践した人は、 より多くの肯定的な言葉、いい言葉を思い出したんですね。そして、その肩を丸めてね、その歩幅が少なくてっていうウォーキングの、ね、その落ち込んだ方のウォーキングのスタイルを取り入れて歩行した方は、ですね、否定的な言葉が多いという研究結果になったんですね。 でこのことからですねウォーキンングの姿勢はメンタルにも影響を与えるとるとというこがかんですよだからそのこのねグループって作為的にねその落ち込んでる人その落ち込んでない人で分けたわけではなくてもう普通の人を、えー、全く二分してですねでそのスタイルを変更して気分の変化を見たものですからその幸福な時のねウォーキングのスタイルを真似した人と落ち込んだ時の、えー、歩くスタイルですよねこのスタイルで真似した人とですねこれでそのメンタル面が変わってくるいうことは 分かってるんですよねこれでメンタル面がねその肯定的な言葉が出てくるのか否定的な言葉が出てくるのかとか分かれたというまあすごい結果なんですよね、まあ、ですからそのいい姿勢でねウォーキングを行った方がよりメンタル面にいい効果をプラスするということが分かるんですよ。 ですからウォーキングを行う際にはですねできるだけ胸を張っていただいて、まあ、無理のない範囲でね歩幅を大きくとっていただいてで少し早歩きくらいでテンポよく行うというスタイルが最も効果的にストレスを軽減してメンタルを改善できるという方法なんですね。またこの時にです、ね、何かそのあなたにとって幸せなこといいことを思い浮かべながらそのウォーキングをしてもらうとですねさらに幸福な歩き方っていうのが上手になりますので で,まあ、でまたこのウォーキング方法に加えてです、ね、ウォーキングを行う際にはジムではなくて、まあ、ジムのような室内ではなくて外で行った方がいいんですよウォーキングのようなリズミカルな運動はです、ね、ストレスを軽減する効果があることが分かっているんですがさらにです、ね、自然を見ることによってもです、ね、ストレスを軽減する効果があることが分かっているんですね。ねこれはグリーンエクササイズという方法なんですが これも合わせて行うことでダブルの効果でストレスを解消できますので室内よりかは室外でそして畑とか、ね、田んぼとか、まあ、そういったその緑があるところでもいいですし公園であるとか森林でウォーキングできる方はえその森林を選んでいただくとか、まあ、できるだけ緑が多いコースをウォーキングを行う方がいいんですね。 ですのでストレスを解消したい方はね是非ウォーキングをしていただいて今回の方法を取り入れていってください。 そしてまたですね、ストレスを感じにくい体を作る方法というのもあるんですけども、この方法については別の動画で詳しくお伝えしていますので、ぜひそちらの動画も、ね、後で下の説明欄からご覧になってください。でね、その職場でそのストレスを作る方が多いんですけども、この職場のストレスもね、やっぱり溜め続けてしまうと、これってそのこれから何十年も続くことじゃないですか。ですから、これを避ける方法もやっぱりね、知っておいた方がいいんですよね。まあ、いざとなったらね、やっぱり命の危険性もありますから、命に なななかなか変えられないですからね。ですからそちらの方法もですね、別の動画で詳しくお伝えしていますのでまぜ、あ、ひそちらの動画もご覧になってください。で、自律神経の乱れは一度起こってしまうと複数の症状が続いてしまって結構辛いものなんですね。で、その症状を抑えることができる今回の方法はとても便利でかつ簡単な方法ですのでぜひ使ってみてください。 で私の生院やサポート付きのファスティングそして今回の内容のブログはですね下の説明欄のリンクからご覧になってください今回の内容がためになったなと思っていただけたらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援をよろしくお願いしますでは次回の動画でお会いしましょうバイバイ